こんにちは、みすずです。今日はかぼちゃと豚肉のにんにく醤油炒めをご紹介します。こんがりカリッと焼いた豚肉と甘いかぼちゃのささっと醤油炒めです。材料はこちら。甘辛がお好きな方はお砂糖もしくはみりんを大さじ2杯程度加えてあげてください。では作り方です。まずはかぼちゃを切りましょう。今回種またついた状態で 350g 程度のものを使っています。だいたい4分の1個分ですね。こちらを薄切りしていきます。ちょっと薄切りしたいのに間違えて大きく切ってしまって、この後で間違えちゃったと思って薄切りし始めてます。お好みの厚さに切ってください。で、長すぎるものは半分もしくは3つとかに切ってもらって、全体の大きさが同じような状態にします。はい、こんな感じですね。豚肉を切りましょう。豚こま切れ肉、かぼちゃと同じ量、今回 300g ですね、用意してます。食べやすく切りましょう。ここにお塩を全体振ってよく揉み混ぜてまぶします。ビニール袋かボウルに移し替えてもらって、お酒を大さじ2杯加えてください。揉み混ぜてこのまましばらく置きます。室温に置いてください。この間にかぼちゃを下茹でしましょう。今回は茹でますが、焼いてもらっても OK です。その場合は油敷いたフライパンにかぼちゃを並べて両面こんがり焼いて一旦取り出してあげてください。茹でる場合はこの後で炒めるのに使うフライパンで茹でてもらうと洗い物が少なくて楽ちんですよ。かぼちゃをなるべく重ならないように並べてもらって、お水 70cc とお塩を2つまみ、蓋をして火にかけます。蒸気が上がってきたら弱火にして、だいたい7、8分程度、かぼちゃの厚みによって調節してあげてください。柔らかくなったら火を止めて、蓋をしたままそのまま蒸らします。蒸らしてる間にタレを作りましょう。だし汁大さじ2杯、かつおと昆布のだし使ってますが、何でも熱湯と顆粒だしの素とかでも OK です。お酒大さじ2杯、醤油も大さじ2杯入れてます。ここに甘くする方はみりんやお砂糖も加えてください。お塩一つまみとニンニクすりおろしを好きなだけ、今回はちょっと私が結構ニンニク好きなので大きめのやつ一かけら全部入れています。この量だとちょっとニンニク辛い味になります。お好みで調節してくださいね。先ほどのかぼちゃに戻ります。蒸らし終わったら水気を切りましょう。ざるか何かに開けてあげます。豚肉を焼くための準備をしていきます。片栗粉をまぶしましょう。全体に粉がまぶさっている状態にしてあげたいので、今回大さじ7杯全部で片栗粉を使っていますが、まぶさる程度の量を使ってあげてください。揚げ焼きしていきます。先ほどのフライパンにごま油を多めに入れます。粉がついてるお肉なので、ちょっと多めの油にしてあげるとカリッと焼き上がります。こんがり焼き色がついたら向きを変えます。途中もし油が足りなそうだったらちょっと追加してあげてください。焼けたら裏返して全体をこんがり焼いていきましょう。全体が焼けて赤い部分、生焼けの部分がなくなったら、先ほど取り出したかぼちゃを加えます。ざっと炒め合わせます。余分な油がちょっと多すぎる場合はここでペーパーで拭き取ってあげましょう。先ほど混ぜたタレを回しかけて、あとは全体にタレが絡まって汁気がなくなる程度まで炒めてもらえば出来上がりです。器に盛りましょう。熱々をぜひ召し上がってください。細ネギの小口切りを散らして白ごまを振っています。これで出来上がりです。かぼちゃと豚肉とてもよく合いますよね。かぼちゃの肉巻きも美味しいけれど、それだとちょっと巻く手間がかかるので、一緒に炒めるだけだったらその分楽ちんに出来上がります。ぜひお試しください。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピブログにも書きますので見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。